しゅにょき、ニワトリプロダクション、ニワッチ。今回はですね、こちら牛もも肉ステーキがですね、エイプリルフールセールで、めちゃくちゃ安かったんですよね。 100g98円だから、これ2枚あるんですけど、これ2枚でだいたい600円ぐらいというね、非常にお安い価格でね、ゲットできたんで、今回はね、この牛肉を使って、1回作ったんですけどね、ビーフシチューを作りたいと思います。でね、前のビーフシチューは多分普通の鍋で、圧力鍋だったか忘れたけど、それで作ったんですけど、今回はね、スロークッカーでね、めっちゃじっくり煮込みたいと思いますね。材料はね、人参と玉ねぎ、じゃがいもで、最後にね、飾るブロッコリーと、で、牛肉というね、非常にシンプルな構成です。で、あんまりね、野菜を多くするとね、スロークッカーちっちゃいんでね、入らないんで、ちょっと、あんまり野菜ね、入れられないんですけどね、本当はもっとね、いっぱいゴロッとね、具材がいっぱい入ってるビーフシチューを作りたいんですけどね、そこは、残念ながら妥協しますね。それではレッツニワッチング。はい、野菜一応洗いました。ではね、切っていきたいと思うんですけども、皮はね、皮と身の間にね、一番栄養があるっていうんでね、もうついたままでね、やりたいと思います。じゃあ、一番最後に入れるじゃがいもからね、ちょっと、じゃがいもは一口大にね、適当に切れば OK ですね。ちゃんとね、芽を取ってね。ただ結構煮込むんで、ちょっと小さめに切るとね、煮込んでる間になくなっちゃうかもしれないですね。続きまして、人参。人参はね、このヘタを落として、で、乱切りですね、半分に、縦にした方がいい。で、乱切りね。よいしょ。で、玉ねぎは、で、このね、根っこの部分、いっぱい取れちゃった。いいよ。で、白紙切り、この、月型みたいな感じなのかな。で、ブロッコリーはどうだろう、凝縮した森をね、幹から外して、で、こいつらはね、茹でるんであれなんですけど、このね、幹ですよね、これはね、刻んでチャーハンとかにね、入れればいいと思います。で、主役のお肉ですね。お肉はもうちょっと大きめに切っちゃいましょう。はい、いや、こんだけ肉が入ればね、ちょっとね、カレーにするか悩んだんですけどね。で、切ったら塩と胡椒でね、で、軽くね、ちょっと揉み込んでおくらしいです。いや、これ具材全部入るかな、ちょっと牛肉が多かったかもね。はい、はい、それではね、煮ていきたいと思います。こちらはね、ブロッコリーを茹でる用ですね。で、こっちが具材を炒める用というか、煮ますけどね。で、鍋にこのね、バターを入れて、で、溶かします。はい、バターが溶けたらね、お肉をまず炒めますね。おー、すごい。火加減は強火ですね。はい、こちらのね、お湯が沸いてきたので、ちょっとね、塩を少々入れましてね、で、このね、凝縮した森を入れていきます。で、こっちなんですけど、これ鍋よりもね、このフライパンの方がいいんじゃないかなと思うんですよね。これからね、野菜も入れて炒めるんでね、肉に火が通ったら、玉ねぎと人参を加えて、で、玉ねぎがしんなりするまで炒めるらしいですね。中火ですね、今度は。フライパンでも結構ギリギリだね。これ多分入らないね、スロークッカーに。
半分はカレーにしようか。そういえばこれ茹でるときに塩入れるのってね、緑がすごい綺麗になるからっていう理由だったと思うんですけど、なんで塩入れると綺麗な緑になるんでしょうねって言っとけば詳しい人がねコメントしてくれると思うんでね、もう他力本願ですけど。でまあブロッコリーもね多少シャキシャキしてた方がね美味しいと思うんで、まあ、頃合いを見て揚げましょう。でね、まああとは水を切ってね、ビーフシチューが出来上がるまでお休みですね。はい、てやん。じゃあね、玉ねぎがしんなりしてきたら、赤ワインですね、これ安い1本300円かぐらいの、ね、赤ワインを 100ml ドバーで、水を 300ml 入れます。でまあ沸騰するまで茹でますね。はい、沸騰してきたらね、アクとかをちょっとすくってね、あんまアクないけどね、これバターだね、さっきまであったんだけどね、どっか行っちゃったねうん、アクないね、あれ、まあいいや。でまあアクを取ったらね、レシピだと弱火にしてね1時間30分ぐらいこのままね蓋をして煮るらしいんですけど、まあ、今回はねスロークッカーを使うんで、もうそのね長時間煮込むのはスロークッカーに任せましょう。はい、でねこちらハインツのデミグラスソースということでね、これこういうの使うとねなんか手抜きっぽいですけど、まあ、これ使わなくてもね、ウスターソースとかカゴメソースとかそういうのをね、調整して入れるだけなんでね、それならこれを1個買ってね使った方が楽だと思いますね。で本当はこれをまあ鍋にね直接入れるんですけど、これ全部はねこれ全部は多分入らないんでね、ちょっとこのね中に直接ちょっと入れて、だろうよっ、でね入れたらこっちのねあれを、まあ、加減を見ながらねちょっと入れましょう、まあ、できるだけ入れたいんですけどね、まあ、一応スープというか、まあ、汁の分量は一貫分で作ってるんで汁は全部入れたいな。でまあじゃがいもくんもねちょっと入れてあげて、こんなもんかな。でちょっと混ぜましょうか。それではね、こちらをもう長時間ねスロークッカーで煮込んでいきたいと思います。コッコー。ですね、まあスロークッカーで6時間7時間ぐらい、まあ、じっくり煮込んだんですけど、ちょっとね味見をするとなんかね味が薄いんですよ。でまあ、レシピ的には最後にね蓋を開けて弱火で30分ぐらい煮込んで、まあ多分水分をちょっと減らすんだと思うんですよね。だからまあ味がちょうどよくなるのかなっていうことで、まあスロークッカーだとね沸騰しないんで水分が飛ばないんですよね。だからまたここからね鍋に戻してちょっとね水分を飛ばして濃さをね濃度をちょうどよくしようと思います。ということで鍋にドバー。まあ、具材はねしっかりもう柔らかくなってるんでね、もう本当にあとは味さえ濃くなればいい感じなんですけどね。じゃあね、まあ弱火で、まあ、ちょうどよくなるまでねちょっと煮たいと思いますね。コッコー。かれこれ1時間ぐらい煮込んだかな。でまあそれなりにね水分も飛んだんでこんなもんかなと思います。はい、それではちょっとね盛り付けていきましょう。ドバー。やっぱね、白い皿が映えますよね。ドバッ。茹でておいたね、ブロッコリーをちょっと飾って。で、まあね、本当は生クリームなんでしょうけど、そんな高いものは使いませんよ。ホイップで。ちょろちょろっと。ね、雰囲気ですからね、これはね。はい、こちらね、ビーフシチューの完成でございますね。実食。はい、それではね、こちらビーフシチューを食べていきたいと思いますんでね、まあ、ビーフシチューってことなんで、まあ、ご飯よりはパンなのかなということで、まあ、市販のねパンを用意しました。それではいただきます。さてさて、もうほんとねしっかり煮込んだんでね、もう具材はねほんとにホロホロでございますよ。ではね
肉からいただきます。もうなんか肉というよりもう筋肉の繊維って感じですね。もうホロホロすぎて。人参、まあ、皮ごとね煮たんですけど、もう全然皮も気にならないですね。もう口の中入れたらもう舌だけで潰せてね、もうとろける感じですね。ではじゃがいも、じゃがいも もうしっかり火が通ってね、もうホクホクですね。それにしてはね、割と大きさも保っててね、まあ、男爵芋だからかな。それかまあスロークッカーがね低温で煮たことで、まあ、そこまで具材がね溶けなかったのかなという感じですね。でまあ玉ねぎはねもうどっか行っちゃってますね、さすがにもう溶けちゃってますね。では凝縮した森を、まあ、ブロッコリーはねちょっと茹ですぎたかなと思いますね。あんまり歯ごたえが全然なくなっちゃって、もうしんなりしてますね。それではパンにつけていってみましょう。やっぱビーフシチューはね米よりパンの方が合いますね。カレーみたいにねすごいしっかりした味ならご飯の方がね合うと思うんですけど、ビーフシチューって割となんか物足りない感じの味がしますからね。なんでパン自体にねちょっと塩味がついてるんでちょうどいいかなって感じですね。ごちそうさまでした。まあねビーフシチューってなんかねちょっと物足りない感じがするんですよね、味がね。だからまあカレーかビーフシチューかって言われたらやっぱり僕はカレーを選んじゃいますけどね。まあ5回に1回ぐらいはビーフシチューでもいいかな。でも今回のは美味しかったですね。やっぱパンと一緒に食べるのがいいのかな。そんな感じで、まあそんなにね難しいものでもないんでね、まあ気が向いたら作ってみてはいかがでしょうか。それではそんな感じで、バイバーイ。にわっち米返しコーナー。なぜかカメラさんもテンションが上がっている様子。なんか脈打ってるみたいにはね。暑くてもつける時間を長くすれば問題ないんやで。いっちゃいますか、丸ごと一本。牛乳合わせてからの方がこしやすいんじゃ。そうなんには、こしこしって言え。もう言った。これを一人の台所でやっているという事実、むしろ一人だからできるんやぞ。バニラエッセンス入れたら高級感出るぜ。みんな大好きバニラエッセンス。バニラエッセンスの香水とか作れば良さそう。卵液こぼれそうで怖い、一旦避けよう。編集してて2話も思った2話。いつもほどほどでやめられないよねこの人。いけると思ったら全ツッコミ2話。大さじ10は入った。結構大さじ1は多い2話よ。水中で締めるといいぞ。水中締めはパンには効かなそう。スイーツ系は材料を妥協すると味に大きな差が出るぞ。大丈夫、そう2話のバカ舌ならね。ただの乳製品なのにバターってなんであんなクソ高いんだろうな。きっとすごい技術が使われてるんやろ、かっこ適当。茶こし便利だな。何気にあると便利には。フレンチトーストは蜂蜜だろう。卵液の蜂蜜とかぶっちゃう。フォークで刺した方から食べてどうぞ。そういえば前も言われたんごね、すっかり忘れてたには。その湯飲み欲しいです。2話の使用済み湯飲みだからお高くつくんごね。衛生上の話だな。特に火を通さないものを使うときは包丁で外袋とか切るのやめとけ。言うほどなんか問題ある。紙芝居いらんし、鶏のキャラで喋らないでしょ。調理パートは喋ってます。前回の動画を宣伝してくれた方々、ピクシブファンボックスで支援してくれている足長美少女の皆様、それではまた次回、バイバーイ。にわっち。